うん、うまい。こんにちは。さあ、今日は月曜日ですかね。また1週間が始まりましたので、みんな頑張っていきましょう。こんにちは。東京さんにちょっと寄りまして、滞在時間5分ぐらいだったけど、サインとか書かせていただきました。でね、私が紹介してるアザブカリントさんのカリントイロハを買って稽古場に差し入れしました。みんなすごい喜んでくれてよかった。大好評でした。大好評でした。こんにちは。嬉しいね、自分が差し入れしたやつが好評だと。こんにちは。みんなも美味しいのでぜひ買ってみてね。こんにちは。そう、サイン書く位置低すぎて超書きづらかった。めっちゃむずかったよ。だからいつもよりちょっと下手くそ。こんにちは。あとサインはね、東京駅の大丸に入ってるずんだシェイクがもう3年ぐらい前からずっと好きなの。でも東京駅行く機会が最近なくて、その新幹線に乗らないからあんまり。そう、昔はさ、東京と長野をさ新幹線で行ったり来たりしてたからめっちゃ東京駅使ってたんですよ。だから時間あるときは長野に帰るときに東京駅のその大丸のずんだサボサリョウさん、ずんだ、ず、言えない、ずんだサリョウさんによってずんだシェイクを片手に新幹線乗ってたんですよ。だけど最近ずっと行けてなくて、あ、東京駅行くやんと思って昨日買いました。どうしても飲みたくて、思い出のずんだシェイク。おはようございます。なんで大丸さんに行ったらずんだシェイクも買ってみてね。私の個人的おすすめ。そう、めちゃくちゃうまいんだから。そもそもさえはずんだが好物だからさ、そりゃ好きよね。仙台に行きたい。宮城。
神田餅食べたいな。よいしょ。あのずんだサリオさん、ずんだ餅も売ってるんでね。ではちょっと食べる、全部食べきれないから買わなかったけど、今回はその後稽古行かなきゃいけなかったし、だけどずんだ餅もあそこのやつめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ。なんか大丸東京さん、マジ AKB 一色になっててすごかったよ。エレベーターもなんか、エレベーターの横のモニターも AKB の久しぶりのリップグロスの MV 流れてたし、あと店内でね、ナナさんのね放送流れてたよ。 AKB はちょっとチーム A の岡田ナナですってなんかあの紹介してた。おー、ナナさんやと思って。こんにちは。なんか選抜メンバーの店内放送みたいなのも多分ランダムっていうかさ、だと思うけど流れてるらしいので、ぜひ耳も傾けながらお買い物していただけるとより楽しめるんじゃないでしょうか。こんにちは。いつもチーズケーキ買っちゃう。チーズケーキめっちゃ気になった。食べたことないと思って。あと個人的おすすめはもう一個大丸さんにあって、例えばトラヤの和菓子が好きなんですよ。ママが好きだから。そうだからトラヤもすごい気になったけど、昨日は買わないできた。例えばトラヤのね、シップン製サオモノっていう羊羹の一種みたいなやつが好きなんだけど、それを売ってなかったんで買わないできました。こんにちは、こんにちは。でなんか昨日さ YouTube 見てたんだけどさ、まあ、毎日 YouTube 見てんだけど、昨日見た YouTube でさ、アメリカ人は羊羹とか あのあんこがなんか苦手な人が多いらしい。その外国人、アメリカ人はっていうか外国の人はなんかあんこが苦手な人が多いって言ってて、あ確か日本独特の文化かもしれんな、あんこはと思って思いました。こんにちは。なんかあんこって豆じゃないですか。で海外行って豆は結構そのしょっぱく煮ることが多いじゃないですか。だからその豆が甘いっていうのがそもそもなんか受け入れられないらしい。なんかそういうところで国民性出るんやなと思って。こんにちは。タイはね、こしあん派なんですよ。あと白あんが好きなの。粒あんかこしあんかだったらこしあんなんだけど、あんこ全体で見たらそれね、白あんが好きなんだよね。白あんとかね、うぐいすあんが好きなんだよね。変わり種好き、変わり種好きなんですよ私。あとさえはあんこが食べられるようになったのはここ 5,6 年の話で、幼少期はあんこが苦手でした。ちなみにあんこ、あんこってイントネーション合ってるよね。よいしょ。こんにちは。そうねえねえ、ちょっと全然関係ない話していい？ちょっとイントネーションの話で、稽古しててさ、なんかイントネーション違うよって言われてさ、お
私今までイントネーション標準語じゃなかったんだっていう言葉が今回も1個あった。ジョンマイ11の時も2カ所くらいあったんだけど指摘されてしまった。こんにちは。長野県民はね、標準語喋ってると思っててもね、実はなまってたりするからさ、稽古の時に知るんだよね。おっとみたいな。びっくりだね。こんにちは。ジョンマイラブの時はなんか2カ所ぐらい言われたけど、ちょっと1カ所しか覚えてないんだけど、お参りしに行こうって言ったのにっていうセリフがあるんですよ。お参りしに行こうって言ったのに、これが私がしてるイントネーションだと、お参りしに行こうって言ったのに、違う、どっちだっけ、お参りしに行こうって言ったのにが標準語か、どっちか分かんなくなってた。お参りしに行こうってっていうのがなまってるみたいな言われた。そう、本当はお参りしに行こうって言ったのに、あれ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃった。多分合ってると思う。お参りしに行こうが標準語な気がする。お参りしに行こうが変な方。そう、イントネーションってさ、分かんなくなっちゃうんだよね。どっちがどっちか、どっちが正しいのか。こんにちは。でもさ、お芝居する上ではさ、標準語に自分を直さなきゃいけないんだけどさ、標準語にするとみんなさ、なんか長野を捨てたんだねとか、東京に染まったねってさ、ファンの人言うからさ、むずい。今後のためには標準語を身につけなければならないんだけど、みんなそうやって言うから、へーんってなる。まあ、長野あんま方言ないから、あんま言われないけど。そう。こんにちは。でも逆にね、言いたいんですよ、私は。そんな、方言が取れたぐらいで、長野へのっていうか、地元への愛を捨てちゃうほど、君たちの地元への愛は小さいのかって。そう、別に口調が標準語になったからって心の中にある地元へのソウルは何一つとして変わらないんじゃないか、それぐらいでかい愛を私は持ってるぜって常に思ってます。長野のことめっちゃ好きだからさ、言葉が変わったぐらいでなくなっちゃう愛なんかじゃないぜって。そう、私の愛はそんなもんじゃないぜ。そうで、常に思ってるぐらい長野のことが大好き。長野がな、もうちょっと関東圏だったら埼玉とか神奈川ぐらいの距離にあったら一番いいんだけどな。そう、住みながらさ活動しやすいやん、埼玉神奈川ぐらいなら。ちょっと遠いんだよな。こんにちは。ちょっと遠いんだよね、残念ながらね。よし。そう、新幹線で1時間半くらい、車で2時間ちょっとぐらいかな。
どこからにもよるけど3時間くらいでもかかるかな車だと。山めっちゃ越えるんだよな。ちょっとあんま車で行かないから分かんないや最近。新幹線で時間距離が1時間半って言ってもお金がとんでもなく飛んでいくからね。1万円とか余裕で飛んでいくからポンポン乗れるもんじゃない。東京の隣に北海道あったらいいなっていつも思います。めっちゃ思うそれ。こんにちは。そんな感じです。長野への愛はもっとでかいぜ。上京して地元の方言喋ってるやつほとんどいない。どうかな。なんかさよく聞くのはさ関西人の人関西弁を喋ってる人がなんか営業とかだとその関西弁の柔らかさが逆にいいからずっと逆に関西弁でいる人とかいるって聞くよ。そう。まあでもさその意識してないとさ周りの環境にさ人間って適応できちゃうからさ周りがなまってない人ばっかりのとこに入るとさ勝手になってくよね。そう。こんにちは。東京での家賃と長野新幹線通勤代とどっちがお得か。いやどう考えても東京で住んだ方が安いよ。長野新幹線通勤毎日っていうか週5でもしするんだったら東京でとんでもねえ家借りれるよ。とんでもねえ家買えるよ。こんにちは。新幹線片道いくらだったっけな。それいつも忘れちゃうんだよね。長野東京間絶対忘れる。でも1万円ぐらいした気がする。1万4000円とかそんな高くないっけ。わかんないけど忘れちゃった。こんにちは。最近新幹線乗ってないんだよな。でも本当に新幹線通勤するんだったら月20万とか30万とかかかるよ。しかもいくら1時間半って言ってもさ東京駅まで1時間半だからさ東京駅からその現場までさまたプラスで時間かかるじゃん電車で。だから通勤時間2時間余裕で超えるから往復4時間取られるのは超きついと思う。そういくら新幹線で寝れるっつっても長野東京間8000円。あ意外とだった。あ往復で1万5000円ぐらいなんだ。1万6000円ぐらいなんだな。1日1万6000円だよ。とんでもないいいアパート借りれるって。1万5000円だとして1万5000円かける20。さて計算できない。35万ぐらいか。35万。東京で35万もかけたらとんでもねえいいアパートアパートってかいいマンション住めるな。タワマンの低層階だったら住めるんじゃね。余裕で中層階ぐらい住めるよね。タワマンがはピンキリだけどさ上はもっとすごい上だけど。そうやばいよ。埼玉から週一で新潟の劇場に通ってた時はマジで転職考えた。いやそうだよね。
当にそうだよね。遠埼玉新潟めっちゃ遠くない？え、マックスってかさ、新潟新幹線って埼玉通ってたっけ？新潟新幹線どこ通ってたっけな。群馬とか通ってるよね。あの時埼玉通ってるのかな。あ、通ってるか。大宮通ってる気がする。だから今、まあ、交通の便的には別にいいのか。時間とお金はかかるけど。こんにちは。大宮と熊谷通ってんだ。新潟新幹線ね、乗ったこと多分ないんだよな。ない。高崎までは北陸長野新幹線と一緒。あれ？長野新幹線って大宮通ってたっけ？乗ってなさすぎて記憶ない。なんか高校まではさ、通ってたからさ、その時はね、多分覚えてたんだよ。もう忘れちゃった。年に数回しか乗らなくなっちゃったから。全然覚えてないな。北陸新幹線、輝き白鷹さんは。白鷺とかないっけ？なんか富山とかの方走ってるやつ。長野は通んないけど、あれは北陸新幹線じゃないの？白鷺だっけ？ちょっと名前忘れちゃった。なんかあるよね。剣か。白鷺ってなんやな。どこのやつだ。剣。そうそう、あれも北陸新幹線でしょ。一応乗ったことないけど。あ、大宮北陸新幹線通ってたっけ？全然記憶にないんだな。じゃもう忘れちゃったよ。最近新幹線乗るとき寝ちゃうし、そう寝ちゃうから、その通過してる駅聞かないし。こんにちは。あー、白鷺は米原経由で行く特急ね。その乗ったことあるよ。さや名古屋から、じゃあ米原から名古屋行ったことあるから白鷺乗ったことあるぞ。こんにちは。意外と忘れてるな。乗らないと。特急とか新幹線ずいぶん乗るの減ったな。しかも新潟新幹線じゃなくて上越だわ。なんか語呂キモいなと思ってた。何も覚えてないじゃん私。ダメだな、記憶力の低下を感じてる。特急飛騨知らないわ。飛騨高山の飛騨。よいしょ。ね、なんか昔はさ乗るたびワクワクしてたけどさ、最近もうワクワクしなくなっちゃったな。そのなんか乗ったことない新幹線はワクワクするけど、多分北陸新幹線と東海道新幹線はなんかもうワクワクしなくなっちゃった。やばい、めっちゃ泡飛んだ。最悪、なんか大人になっちゃったな。寂しいね。よいしょ。もうなんか新幹線寝る道具になっちゃった。いつの間にか。
なんだっけ、東北の方の新幹線ちょっと乗りたいね。そうミニ新幹線ってなんか違うのかなみたいな線路がサイズ違うだけでなんか違うのかなって、あんま乗る側からしたら多分あんま変わんないんだろうけど、ちょっと楽しみになっちゃうね。東北行きたいな、東北行きたいよ。さっきのずんだもそうだけど、東北久しぶりに行きたいな。来週広島行くときに新幹線乗る。おお、東海道ですかね。いいですね。秋田新幹線ね。秋田か。いいな。何があるかあんま分かんないけど。きりたんぽぐらいしか分かんないけど。秋田って観光地何があるんだろう。やばい、東北についての知識があまりにも乏しすぎる。よいしょ、観光地どこがあるんだろうな。なんか昔東北全県を回る旅行を家族でしたことがあって、でもめっちゃちっちゃい子なの、もう小学校3年生とかで、なんか青森はめっちゃ覚えてんの。青森のなんか宿に泊まって、なんかすげえ怖かったんだよね宿がそうで、あとねぷたのなんか展示みたいなやつ見て、でなんか金魚みたいな、ねぷたと同じ作りされてる金魚みたいなやつに絵付けみたいなのしたの。青森の記憶はめちゃくちゃあるんだけど、なんか途中の記憶全然なくて、あでも岩手もあるぞ、冷麺食べた、なんか有名な店で冷麺食べてめっちゃ美味しかったね。人生初冷麺だった気がする、あそこが。そう、私なんかね、なんか登って雲の上みたいなとこまで登れるとこがあって、なんか行ったけど、あれは何県のどこだったのか全く分かんないんだよね。なんかすごい緩やかな階段みたいなやつめちゃくちゃ登って、あーどこだったんだろうね調べたら出てきそうだけど、あ、そう、ぴょんぴょんぴょん社みたいな名前だったわ、冷麺の店。東北全然行ったことある、全県行ったことあるのに全然覚えてないんだよな。だからもう一回ちゃんと旅行行きたい。今3泊4日ぐらいで全県回ったから、多分通っただけの県ある全然観光してない県多分ある。そう、全然あるね。そんな感じですかね。でもマジ旅行行きたいとこ多すぎるな。それ九州も行きたいしさ、北海道も行きたいしさ。旅行行きたい。あとさやね、ずっと昔から行きたいんだけど、山口の鍾乳洞見に行きたいんだよね。なんかパパがね鍾乳洞好きだったんだよね。だからなんか
さえも影響で鍾乳洞好き。そう、日本三大鍾乳洞。秋穂道、秋穂道読み方がわからん。鍾乳洞あることしかわからん。秋吉道、秋吉道行きたいな。なんかああいうなんだろう、神秘的な場所いいよね。涼しいし。でもマジで、まあ今一番行きたいのどこだろうな。北海道かな。北海道か九州だな、今一番行きたいのは。どっちも食べ物だけど楽しみなの。しけんさんこんにちは。九州かな。北海道か九州だな。海外だったらあんま海外行きたい欲がそんなないんだよね。海外行くのなら仕事で行きたいんだよ。なんかあんまり旅行プライベートで行きたい欲があんまなくて。そう、あんまないんだよね。まあ行くなら台湾とか行きたいけどね。そう、あとシンガポール、シンガポール、シンガポール行きたいね。安定の可愛さ。本当今日めちゃくちゃ寝起きのすっぴんだけど大丈夫ですか。ありがとうございます。メイクしたらもうちょっとマシな顔になります。マーライオンってさ、なんかがっかり観光地みたいなのに選ばれちゃってるよね。意外とちっちゃいみたいな意外とちっちゃくてなんかあれってなるみたいな、よく聞く。台湾はなんかご飯美味しいし、なんかこう優しいって聞いたから行きたいね。でもさ、シンガポール行きたいけどさ、シンガポールの食べ物口に合う気はあんましてない。なんかすごいパクチーめっちゃ使ってるって聞いたことあってさ、パクチー食べれないの。だからパクチーを克服してからシンガポール行きたいですね。そう、パクチーを克服してからシンガポール行きたい。なんかそのなんだっけ、中華とかが多いのかな確か。でなんかパクチーめっちゃ使ってるみたいな聞いた。使ってるところが多いみたいな。だからパクチー食べれるようになってから行った方が楽しそう。食がどうやったら克服できるんだろう。大人になったら克服できるのかな。もう大人なんだけど、パクチー食べれるようになりたいな。そう、まあでも海外は当分行かないだろうけどね。年単位で行かないね。台湾も八角の香りがダメな人は厳しい。マジ？八角か、ダメだな。それね、スパイス系ダメなんだよね。克服してから行くわ。なんかあの日本とかにもさ、アジア料理屋さんいっぱいあるじゃん。アジア料理屋さんの匂い結構ダメなとこ多くて、そう食べれるようになりたい。そう、トムヤムくんダメなの私。トムヤムくんってさ、名前的にさうまそうなのにさ、パクチーすぎてダメだった。なんかタイ料理屋さんに行った時にトムヤムくんパクチーを避けてももうスープがパクチーの味だったから、おっとっとっとってなった食べれないぞみたいな。友達に全部食べてもらった。ごめんちょっと富山くん足無理やわっつって。悲しいね。食べれるようになりたい。
好き嫌いがゼロになった時幸福度上がると思うんだよね、人生の。何でも美味しく食べれたら。そう、いや、ヨーロッパさんなんか怖いんだよね。ヨーロッパ怖い。ヨーロッパなんか怖いね。遠いからってのもあるけど、なんか怖い。治安とか文化違いすぎるし、なんか急にミサンガとか腕につけられてお金請求されるって話もよく聞くし、ちょっと怖いね。そう、でさ、海外とか絶対一人で行けないもんな。もうなんか平和ボケしてる。日本で、日本の治安良すぎて。そう、でもどこだっけな、フランスでパン屋さん巡りとかもしたいんだよねそう、こんにちは。あと、そう、私はまだあのチップの文化が全然わかんないから、そういうのちゃんと勉強してから行きたいね。こういう店は何パーセント、こういう店は何パーセントが相場みたいな。そう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 、もうチップ制度が怖すぎてマクドナルドとかしか行けないと思う、今の私だったら。なんかマックとかみたいな、なんかところはチップいらないらしいんですよ。そう、もうカウンターで、基本セルフサービスじゃないですか、カウンターに出してもらうだけだから、ああいうところはいらないけど、席まで運んできてもらう場合はチップが必要だからみたいなのが全くわからない。そのセオリーがわかんないから、そう、ちゃんと勉強してから行きたいよね。恥をかかせないし、恥をかかないように。そう、むずい。チップ文化、時差もほとんどない。オーストラリアにしよう。チップも、あ、オーストラリアはチップの文化ないんだ。確かに時差もあんまないよね。1日違うんじゃね、あれ、オーストラリアって日付変更線のこっち側だっけ、忘れちゃった。オーストラリア行きたいな。オーストラリアってエアーズロックとかがあったりするとこだよね。左下か。じゃあ日付も一緒か。じゃあ、あんまないね。ほんと数時間だね、時差あっても。そうなんだ、オーストラリアか。オーストラリアの食べ物全然知らないな。オーストラリアなんかさ、羊の方が人間より多いみたいなさ、感じじゃなかったっけ。こんにちは。そんな感じだったよね、一部の地域だけかな分かんないけど。それはニュージーランドか。すごいよね、羊の方が多いってすごくない、人口より。さすがやん。オーストラリアね、オーストラリア知識何もないな。オーストラリアのこと何も知らない。食べ物の文化とかも分かんないや。何食べるの、オーストラリアの人って世界のこと勉強したいな。世界の文化。英語喋れるようになりたいな、海外行くなら。日常会話くらいは。でも喋れるようになりたいって口で言ってるだけで全然勉強してないからさ、喋れるようになるわけないんだけど。そう。喋れるようになるわけがないんだよ、勉強してないんだもん。勉強しないとな。
いいね、行ってみたいね。オーストラリアちょっと行ってみたくなった。オージービーフ、牛肉が有名なんだ。いいね、美味しそう。牛肉いいね。こんにちは。まあでもいろんな話をしてすごい思うのはやっぱり日本の食べ物好きだわ私。だって海外だとさ牛タンとか食べないって言うじゃないですか。そう、牛タンめちゃ好きなんだけど食べないって言うじゃん。でも日本の口になってる、20年生きてきてしまったおかげで。和食大好き人間になってるし。英語喋れるといいよね。基本さどの国もさ英語はさ通じたりするやん、その程度はあれど。英語、まあ話者多いしさ、英語喋れるようになりたいな。なんで日本語とあんなに 文の構成が違いすぎるんだろう。それがね難しいポイントなんだよな。順番が違いすぎて主語述語とかのうわーってなる。香港でワニ料理、ワニって食べれるんだ。あとね、フィンランド行きたい。フィンランド、フィンランド行きたいよ。そうそう、フィンランドなんか最近気になってんだ。いつか海外行きたいね。今日10時に始めたっけ。でもそろそろ終わりにしようかな。稽古行かなきゃいけない準備しなきゃ。ということで皆さんありがとうございました。いっぱい喋れて楽しかったです。今日はね稽古がちょっと遅めに終わるので、ちょっと夜配信やるか分かんないんだけど、昨日みたいに休みになっちゃうかもしれないし、なんか元気そうだったらやるかもしれないんで、まあちょっとあんま期待せずに待っててください。稽古行ってきます。じゃあランキング読みます。10歳ともつさんありがとうございます。12位くまけんさんありがとうございます。11位けんけんさんありがとうございます。10位あけみさんありがとうございます。9位かぼちゃ先生ありがとうございます。8位ピアノマンさんありがとうございます。7位やすさんありがとうございます。6位全部ママよしさんありがとうございます。5位くーねるあそぶさんありがとうございます。4位けんそりセブンさんありがとうございます。3位バイコゾウさんありがとうございます。2位おろろさんありがとうございます。1位はダナンさんありがとうございます。最近なんかさ昼間に配信してるからかわかんないけど、なんだろう、ランキングのメンツがちょっと新しくなって、なんか新規さんも来てくれるようになったのかなと、ちょっと嬉しいです。なんでいっぱい来てくださってる方はこのままいっぱい来てください。新しく来始めたよって方もいっぱい買ってください。よろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。